곡선이 다 있었어. 그때부터 隠し持ってたんですか?隠し持つって、どこに? 아카마츠 씨가 흉기를 숨겨뒀던 곳이다. 그건 거기밖에 없겠지. 배낭. 소다. 치마는 뭐니? 아카마츠산의 리ュック다요. 그녀는 その中に凶器を入れて持ち運んでいたんだ。 いくら重い砲丸とはいえ 背負って運べないことはないからね。 君はリュックに替えのベストを入れていたけど、 砲丸はそれにくるんでいたんじゃないの？ そうすれば一緒に入れたカメラを砲丸が傷つけることもないしね。 じゃあ 本当に何もかもがサイハラの目の前で行われてたんだね。 でも、サイハラ君を責めることはできないわ。彼女のどの行動も直接殺人に結びつくわけじゃないから、それを目撃していても気づくのは難しいもの。けどよ、今ので、はっきりしちまったみてえだな。赤松が企んだ犯行のすべてがよ。違うよね。何かの間違いだよね。 꼭이래야만했니넌 닥쳐 이 새끼야. 悲しくて残念なことはないよ。だってあの赤松ちゃんだよ。あんなにみんなでここから出ようって言ってた人が自分が助かりたいだけで人を殺すなんて。違う、そうじゃない。ん?違うって何が?赤松さんはそんなことをする人じゃない。 Shut up! そんなことをする人じゃないって。でも赤松さんが犯人って言ったのはあなただよね。そうだけど違うんだ。本当は赤松さんはそんなことをする人じゃない。僕はそれを信じている。赤松さんを信じているんだ。信じるってなんで? Oh yeah. 사이하라君 まだ私のことを信じてるの? 왜냐면 나의 썸네일이었으니까. 난데? 사랑했다! 손자 이름까지 생각해두고 있었다! 난데 まだ私を信じるの? まだ真実から目を背けるつもりなの? 違うよ! 僕は君を信じてるからこそ! だからこそ真実を暴くんだ! 君が本当にやろうとしていたことを暴くんだ。そこに君の真実があるはずなんだ。 찬물을 끼얹는 것 같아서 대단히 죄송합니다. 치료의 시간입니다. 지금 장난 상태에 빠진 상대방은 이론을 무장하고 당신의 의견을 들으려고 하지 않습니다. 당신은 그 무장을 해제시켜서 논파해야 합니다. 이것이 이론 무장입니다. 이론 무장은 상대방의 무장을 모두 파괴해 마무리 짓는 것이 목적입니다. 상대가 방해 발언을 리듬에 맞춰 격파하는 것으로 무장의 피해를 입힙니다. 상대방의 발언 위에 돌아가는 마커를 리듬 사이트라고 부르며 이 게이지가 한번 돌아가는 타이밍에서 지정된 버튼을 누르면 발언을 격파할 수 있습니다. 일정 피해를 주면 상대방의 무장이 파괴되어 BGM이 변환합니다. 리듬 사이트의 타이밍도 변함으로 템포에 맞게 격파해주세요. 리듬을 못 탔어. 발언력이 얼마 없어. 왠지 위기야. 그럴 땐 RB 버튼을 눌러 피버 타임을 발동. 솔직히 패닉 토크 액션이랑 달라진 게 뭐야? 자, 피버 타임 중에는 전혀 피해를 입지 않는 무적 상태. 게다가 리듬 사이트의 버튼 구별이 없어집니다. 알았어. 최후의 반론. 네 개의 문장. 자, 그럼 설명은 이것으로 마치겠습니다. 이론 무장 시작. 私を信じてるの。犯人は間違いなく私なんだよ。こんなことをする人じゃないって。全部。あははは。まだ私を信じてるの。犯人は間違いなく私なんだよ。こんなことをする人じゃないって。全部私が悪いんだよ。
マミ君を殺したんだよ。それがこの事件の真実なの。それ以外の何者でもないの。私はひどい人殺しなんだよ。私はみんなを裏切ったんだよ。私がアマミ君を殺したんだよ。それがこの事件の真実なの。お願いだからもうやめてよ。真実と戦わないとダメだって。サイハラ君はそれができる人だって。私のことを信じてるって言うなら真実から目をそらさないで。お願いだからもうやめてよ。その時言ったよね、真実と戦わないとダメだって。あ、守りを지어라。君に私の本当の…守護者를され。君はモノクマに乗せられたわけじゃない。自分が助かりたいから人を殺したわけじゃない。君がやろうとしていたのはこの殺し合いの首謀者を殺すことだったんだ。그렇다단다。殺す首謀者。赤松さんは天海君を狙っていたわけじゃなくて首謀者を狙っていたんだ。この殺し合いを終わらせるために、僕らを助けるためにね。そうなんでしょう。그렇でしょう。そっか、あのままタイムリミットを迎えていたらみんな死んじゃうから。だから首謀者を殺してこの殺し合いを終わらせようとしてたってのか。でもそうだとしたら僕のせいだ。赤松さんは僕の推理を信じて、あそこに首謀者が来るって信じたからこそ首謀者を殺すための罠を仕掛けたんだ。だから何もかも僕のせいだ。僕の推理のせいなんだ。やめてよ、そんな風に言わないで。お願いだから自分のせいだなんて言わないでよ。そっちの方が辛いよ。너와결혼까지생각했어。そんなことじゃないよ。全部私が勝手にやったことなんだよ。イエーイイエーイ。だから私のせいなんだよ。赤松さん、サイハラ君、最後に一つだけお願いしてもいいかな。せめて君が終わらせてくれない？え、最後に君の推理でこの事件の全てを明らかにして、みんなに納得してもらって。あらっそ、クライマックス추리할게。終わりにしてほしいんだ。それが私からの最後のお願いだよ。わかった。僕が終わらせるよ。最後に、すべてを明らかにするよ。この事件の嘘と真実を。자、아카마츠님의부탁에응하기위해조금이라도도와주고싶으므로학급재판을결착짓는최후의추리클라이맥스추리를설명해드리겠습니다。자、클라이맥스추리에서는사건의총정리를진행합니다。사건의흐름을만화형식으로재현하게됩니다만이재현은사이하라님의추리에지나지않으므로군데군데구멍이있습니다。구멍이란즉컷이빠져있는부분입니다。자대기열중간을고른후암튼뭐빈칸커서를맞춰가지고 Y 로선택한빈칸에넣습니다。알았습니다。네네네네추가동기다음카메라개조를누구에게의뢰했나
범인이 창고에서 찾아낸 흉기는 투포환. 범인이 환기구에서 저지른 것이 환기구 덮개를 세우다. 자, 범인은 마지막에 무슨 책을 꽂았나? 백과사전을 펼치다. 자, 범인은 개조한 카메라 하나에 무엇을 했나? 플래시 기능을 켰다. 자, 타임리밋 1시간 전 교실에서 무슨 일이 일어났나? 잠깐. 이것도 아니었나? 잠깐만. 딴 거 먼저 하자. 교실의 환기구. 수신기 경고 울리고. 플래시 카메라에. 호환이 구르는 소리가 들리지 않았던 이유. 독해자. 이거 사건의 진실이다. 빰빰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 빰
で独自に動く人たちもいた。僕も首謀者を見つける作戦を思いついて、ある人に協力してもらうことになったんだけど。ゲーム이름을 V3 이라니정치적으로좀위험하지않을까요?내하는거압니다필스전원우와감사합니다その人が犯人になってしまうなんて그렇죠 V3 라考えもしなかったんだ僕と犯人は首謀者の正体をつかむために図書室に隠しカメラを仕掛けることにした요즘에도 V3 사람들쓰나솔직히스마트폰용에있는거강제로깔리는거삼성폰에강제로깔려있는거보면진짜찍어버리고싶은데솔직히윈도우는그냥이상한사이트만안들어가면은윈도우디펜더로다커버되잖아요즘에는타이밋이트になれば모노크마를출동させるために首謀者がここを訪れるはずだと考えたんだ윈도우디펜더가더괜찮은것같아나そして翌日僕らは罠に使うカメラをイルマさんに改造してもらうため必要な材料を揃えに倉庫へと向かったんだ僕らが必要だったのは使い捨てカメラと防犯センサーだそれさえてまあ아바스트나뭐이런거는요즘에는너무광고랑이것저것많이들어가있고카스퍼스키나뭐이런좀그런백신들은오진하는경우가너무많아가지고솔직히백신게임그파일같은거오진하는경우도많고해가지고그냥윈도우디펜더쓰는데나는그냥犯人はカメラをリュックに入れながら同時に凶器の砲丸もしまっていたんだ
そして事件当日、殺し合いのタイムリミットの日、イルマさんが改造してくれたカメラを受け取った後、僕と犯人は図書室を訪れた。 そして、すぐに僕らはカメラを仕掛ける場所の検討を始めた。だけど、犯人の殺人ギミックの準備はすでにこの時から始まっていたんだ。通気口の蓋を外して、通気ダクトの中に立てかけておき、 本棚の上にある大量の本を整理するふりをして移動させていった。そして最後の本棚では、百科事典を開いたまま本棚の上に置いた。一見何気ない行動に見えていたけど、犯人はこの時凶器の通り道を作っていたんだ。 さらに犯人は防犯ブザーと連動した改造カメラにも細工を行っていた。他のカメラは僕が仕掛けたけど、そのカメラだけは犯人が仕掛けていたせいで、僕は気がつくことができなかったんだ。犯人がカメラをガムテープでがっちりと固定し、フラッシュ機能をオンにしていたことに。 こうして図書室に罠を仕掛け終えた後、僕と犯人は1階にある階段横の教室に移動して、そこから地下に降りる人を見張りつつ防犯ブザーが鳴るのを待った。スポイラーちょっと자제해주세요。 별말 안 하잖아 저를. 見張りの途中で僕らは桃太くんをはじめとした7人が 地下に降りていくのを見かけた。その中には天海君、今回の被害者の姿もあった。桃太君たちがゲームルームに入っていくのを確認した後、僕が教室に戻った時だった。 タイムリミットが残り1時間であることが告げられ、直後僕が持っていた防犯ブザーの受信機が鳴ったんだ。僕は首謀者が隠し扉に来たんだと思って、すぐに教室を飛び出して図書室へと向かった。その時の僕は焦っていた。一緒に行動していた犯人を 置いていってしまうほどに。でも今思い返せば、そこが殺人を食い止める最後のチャンスだったんだ。犯人は僕が教室を飛び出した後、隠し持っていた砲丸をリュックから取り出して、 教室の通気口へと投げ入れた。この瞬間、犯人の殺人ギミックが動き出してしまったんだ。防犯ブザー、차라리 이럴 거면 그냥 자기가 죽인 걸로 하고 해서 그냥 자기 혼자 졸업하지。この時、犯人が図書室に残した仕掛けも 同時に動き出していたんだ。まず防犯ブザーと連動した改造カメラがフラッシュをたきながら天海君の姿を映した。当然天海君は隠されたカメラの存在に気がつき、そのカメラを調べようと本棚に近づいてしまった。 犯人はカメラのフラッシュによって
天海君を狂気の通り道の先に誘導したんだ。 一方で犯人の手を離れた砲丸は教室の通気口から通気ダクトの中を転がり図書室の通気口から出てきて今度は。 그러니까요. 딱 봐도 뭔가 비중 있어 보였는데 거짓말처럼 얘가 녹아버렸어. 주인공과 괜찮은 캐릭터가 녹아버렸어. 능직해가. 거품처럼 녹아버렸어. 특수한 상황이 犯人의 편을 쓴다. 아. 殺し合い促進ビデオだよ。あのビデオの音で砲丸が転がる音はかき消されたんだ。ドンドドンドドン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 
ブザーを聞いて駆けつけた僕らが図書室に入った時、すでに殺人は終わっていたんだ。 아, 이제 남은 희망은 토조씨뿐이야. 토조씨! 어쩐지 토조씨 두 번째 이후로 공략 못하던 이유가 있었구만. 우리 메이드씨, 주인공이 바뀌니까 그런 거 아니었어, 메이드상. 너만은 주보샤와 신다. 그래대 코로시아이와 오와루. 그래대 민나 가에레루. 데모 한닌노 네가이가 가나우 코토와 나카타. 주보샤なんかじゃなかったんだ. 僕らみんなを救うために行われた殺人、それがこの事件と犯人の真実。そして君の嘘の正体なんだ。超高校級のピアニスト赤松 楓さん。これがこの事件のすべてだよ。そんな本当に赤松さんが犯人なの？ <笑>確かに信じたくない真実だけど、それでも犀原くんが全てを明らかにしてくれたおかげで、少なくとも今までの赤松さんを信じることはできるわ。あ、ウェチバイ。今までの赤松さんを？ たとえ殺人を犯したとしても、今までの赤松さんの言動は嘘じゃなかった。私たちを守りたいと言ってくれた彼女の言葉は嘘なんかじゃなかった。それさえも嘘だったとして、あいこ。ただこの先何にも信じられなくなっちまうところだったな。優しいんだね、みんな。 이제 시작인가? 여기 타임. 違う. 裏切ったんじゃない. だって君は僕らを救おうとして。 사이하라군. やるじゃん. さすがだったね. さっきの君は本当に頼もしかったよ. でもまだまだだけどね。 もっと早く俺のターンにしなくちゃダメじゃん。本気を出したら
君はちょっとすごいんだからさ。가지 마. 아카마츠사. 난데다요. 난데 そんな風に 笑うんだよ. 난데 마다 僕を 勇気づけようと してくれるんだよ. 난데 난다요. 난데 마와리노 코토 바까리 칸가에룬다요. そうじゃなかったら 君は 殺人なんて犯さずに済んだのに。なんで君はそうなんだよ。ごめん。はい、ストップ。そういうのは裁判の決着がついた後にやってくれる。ようやく議論の結論が出たみたいだし、 じゃあ 投票 타임 だね。 貴様ら、 お手元の スイッチ で 投票 してね。 必ず 誰か に 投票 して。 や 投票 せんと 無駄 に 1人 減 って まう から な。 それでは 白と黒の運命を分けるワクワクでドキドキの。あ、あ。 이걸 해야 돼, 내가. 아, 보도가 끝났다ようですね. 그래서 바로 결과 발표에 行きましょう. 投票の結果、黒となるのは誰か。その答えは正解なのか不正解なのか。 안 욕같다.
だから。 そうだよ。 私は。 でもさ。 わかってないね。 ちょっと。 け。 いやいや。 そうだよ。 わかってるよ。 ねえ。 ち。 遺跡。 そうだよ。 진짜 또 빠따도 뚝배기를 까불고 싶다 진짜. 하지만 주모자가 아니라 결국 범인인 걸 들켜버렸고. 멘탈 멘탈 터지네 진짜. 하이하이. 멘탈을 잘 갈아버리네. 잘게 갈아버리네 진짜. 난가요? 아 체리? 와쿠와쿠 도키도키. 사겠나? 아 진작 이걸 또 봐야 되다니 정말 더럽다. 오시오키 타임은 신성한 코너なんだから 邪魔したらダメなんだよ。 邪魔しても無で。 えぐいサルでいてまうで。 残酷だけど、みんなが死ぬよりは一人だけ死ぬ方がいいって。
と思うわ。うるせえ。俺は死んでもてめえらの言うことなんぞ聞かねえからな。赤松は命がけで戦ったんだ。だったら俺も命がけで戦ってやろう。来るなら来い。ゴンダの力はこういう時のためにあるんだ。ここで戦わないようなら紳士とは言えない。兵器にネオ合気道が通じるか試してみるいい機会かもしれません。僕だって。もうやめて。やめてよ。カマチュー사랑했다。私は승손주이름까지생각했다。どうして아카마츠 씨가 블랙으로 정해졌습니다. 처벌을 시작합니다. 고양이 춤. 오노쿠마지까지?
모든 것이 끝났다고 생각한 순간 나는 무릎부터 무너져 내렸는데 아 잠깐만요. 패드 건전지가 다 돼버렸어. 모든 것이 끝났다고 생각된 순간 나는 무릎부터 무너져 내렸다. 아이고 건전지 교체를. 눈앞에서 펼쳐진 광경은 전혀 현실감이 없었다. 약간의 리얼리티도 찾아볼 수 없어. 그것은 만들어진 세계인 것 같았다. 아유. 아유. 그런데도 내 주위엔 더 이상 아카마츠 신은 없었다. 나의 세계에서 아카마츠 카이드라는 존재는 사라져버렸다. 이 새끼. 울지마, 넌 울 자격도 없어, 새끼야. 아, 아마미가 안 죽었으면. 진짜 끝냈을 수도. 우리를 위한 것? 아! 얘들끼리도 반목하네. 이렇게 모노쿠마들이 떠나가고 우리만이 학급 재판장에 남겨졌다. 성격이 레알 드럽거나 아니면 존내 바보거나 단갈로파에서 무병장수할 수 있는 몇 안 되는 방법이죠.
なんだよ。わからん。いい加減にしやがれ。무무타군의평소보다큰목소리로인해주위에곤혹해하는목소리는한순간에사라졌다첫방쳐놓고あいつは、てめえを信じるっつったんだぞ。てめえに自分の思いを託すっつったんだぞ。それなのにてめえはなんだ。モノクマに文句の一つも言わずに黙り込んでよ。それでもてめえは男かよ。진작여주에서남주로바뀌다니물론성우는여자지만아으아으とりあえずあう혼자남겠다고말한나를두고다른애들은차례차례엘리베이터를타러갔다하지만그중에서아누나에そうだな이거아누나아니모모타쿤성기마크3가될줄알았더니생각보다인텔리하잖아그는그말을남기고곧장엘리베이터에탑승해버렸다생각보다개념인이잖아정신을차려보니나는다시일어나있었다그리고걷기시작한내가향한곳은초고결급피아니스트의연구교실이었다전 PC 판으로하고있습니다딱히이런곳에아카마츠씨의추억따위없다는건알고있지만그런데도여기에는아카마츠씨가정열을쏟던것들이질비하게갖추어져있었다그것만으로도지금은좋았다아름다운피아노구나무처럼이니까한번만이라도이피아노를연주하는아카마츠씨가보고싶네아그러고보니아카마츠씨가말했던그곡그래분명여기있을거야질비하게 CD 가늘어선진열장의앞에서서처음부터구석까지주의깊게시선을움직여갔다분명여기있을거야어디에있는거지있다이거야나는그 CD 를진열장에꺼내방의구석에놓여있던오디오기기에넣었다곧바로부드러운멜로디가교실안에퍼지기시작했다드뮈시의달빛이면높은확률로저작권이있을텐데걸리지말아라몸에힘을빼고온몸을그멜로디에맡기고있으니소리가나의몸안으로스며들어오는듯한그런이상한감각에휩싸였다그리고나는천천히눈을감았다
ここにピアノでもあれば君を励ます曲が弾けたんだけどね。ドビュッシーの月の光とか、ああいう綺麗な曲がぴったりだと思う。あれ、YouTube에서 잡아요ね。있으면。水面に浮かんだ月みたいに心が穏やかになれるいい曲なんだけど。あ、わかっちゃった。実は私も震えてるんだよね。でも西原くんがいなかったらもっと震えてたと思う。아니요동편집안해요어차피뭐다잘라서올리고조회수많이나오는것도아니라서震えて어차피한시간단위로올리는데できなかったと思う。私は西原くんがいてくれてよかったよ。君がいてくれたからこうして立ち向かえてるんだもん。西原くんがいなかったら首謀者を追い詰める。저요즘에별로안잘라요걸려도그냥그냥돈안돼도그냥올려그러려니합니다네だからもっと自分に胸を張ってよ。私は君を信じてるからさ。君も自分を信じてあげてよ。くく。うん。やってみるよ。できるかわからないけど。いや、やるよ。僕は、僕を信じる。もう目をそらさない。僕はみんなのために、真実に立ち向かう。みんなと一緒に出たいって言った君の思いを、僕は絶対に諦めない。約束するよ。또연주자가누구냐에따라서또걸리고그래요유튜브에등록돼있으면은君と僕の約束だよ。누가연주했나뭐이런거에따라서또걸리고응약속だよ。あとは막클래식업체에서저작권등록해놨으면걸리고사요나라사요나라아제1장나와우리의학급재판살아남은멤버14명 To be continued.